40人超えかな。すごい躁鬱になった時があって、彼氏と別れちゃって鬱になっちゃった時があって、寂しさでめちゃくちゃやってた時期があった。それで3ヶ月で25人ぐらい叩きましたね。12人ぐらい。彼氏じゃない人とやったことない。最高だった人は私のことを思ってくれて、私のことが先にいいようにしてもらって、最悪の人はただ一人でパッとやって終わりみたいな3分ぐらい自分だけパパッとやって終わりみたいな、そういう人はちょっと最悪。100は言ってない。70、80ぐらい。去年の2月に5年付き合った人と別れたんですよ。そっからです。加速。1ヶ月に何人だろうねみたいなね。本当は今年は落ち着こうと思ってたんですよ。2023年の占いに書いてたんですけれども、今年は10年に一度の思いっきり遊んで許される年って書いてたんですよ。遊べば遊ぶほど2024年2025年が良くなる。これはもう神に従わなければいけない。今年はすごいです。正直すごいです。覚えてないですよ。数えるの途中からやめちゃってあんま覚えてないんで、下は行ってないと思って、30あたりから数えるのをやめて、なんか実習があったので、病院の実習が看護系なので、実習終わった後にストレス発散目的でちょっと始めたら、トントン拍子で進んでっちゃって、何回かやっていけば解消されてる感じはありました。もう数えてない。4桁は行ってないんじゃないかな。3桁かな。数えるのやめました。途中でめんどくさくなった。数えてもって感じ。どうせ増えるし。人って性格だから、顔は性格に出るから、それで判断してるけど、結論気持ちよくなれれば誰でもいいし、そういうフラフラしてるのが好きだから、誰からも独占されない自分がいいかな。なんかバーテンで一人で飲んでる時に誘われるのが好き。寂しいっつったら、じゃあ俺と一緒に時間潰そっかって言われてやるのが好き。